いろいろと種類があるんだよっていうことをお伝えした。種類に合わせて毎日やるか時々やるか。はい、皆さんこんにちは、レイテノールの杉山です。皆さんからねよくいただく質問で、パックは毎日するのってありですかなしですかっていうのがね結構多いんですよね。人によっては毎日すると角質層がふやけるからおすすめしませんって言っている、そういう方もいらっしゃるし、毎日すると肌の調子すごい上がりますよっていう人もいるし、どっちなんだろうって思うかもしれないので、パックって一括りに言っても種類があるっていうこと皆さんご存知かなと思って、それを知らずに迷っちゃうとね時間がもったいないっていうかさ、こういう種類があってこういった目的によって使われるパックは毎日 OK で、こういう目的で使われるんだったら毎日しない方がいいかなっていうね、そういったことをですねお話ししたいと思います。大きく5種類考えてみました。まずね一番最初に鎮静系って言われているパック、内容成分一個一個言ってったら大変キリがないんですけれども、代表的なものとして歯科エキスが配合されてたり、グリチルリチン酸ジカリウムっていうのがあるですけど、そういうのが配合されてたり、肌荒れを沈めて保護するような役割があります。それからたっぷりとした保湿ですよね。どちらかというと肌が鎮静側に行くっていうね、そういった期待ができるっていうパックたち、正規成分って言われたりしますね。これはね毎日使っても大丈夫です。2番目に活性系って言われているパック、エイジングケアとかでもよく使われるんですけど、ハリツヤを与えるタイプですね。ぷるっと元気な肌を作る、肌荒れを防ぐというよりは肌がもう本当に元気な状態の時に使ったらいいんですね。元気じゃない状態の時にこのパックを頻繁に使うと、例えで言うとですね、体調が悪い時に毎日カツ丼食べると胃もたれしますよね。そんなような感じ、肌ってやっぱりさ元気がなかったりする時ってあると思うんですよね。元気出そうと思ってガンガンと栄養成分がブンとたくさん入っているようなものを使うと、やっぱちょっと持ちこたえられないっていうか、逆に元気なくなっちゃうような感じがします。ちょっと体調が悪いな、ちょっと胃もたれしてるなっていう時にカツどんどんどん食べるっていうことは多分しないと思うんですよ。消化のいいものを食べて休んで元気になってから栄養のたっぷりあるものになるじゃない。お肌もそんなような感じで考えてくれるといいかなっていうふうに思います。活性系と呼ばれてる栄養がいっぱい入っているタイプ、例えばですけど肝細胞潤滑バイオエキスとかね、成長因子とかプラセンタとか、ハリツヤを与えるタイプのエイジングケア成分、これは肌が元気な時に使う、そして毎日ではなくスペシャルケアとして使った方がいいと思います。3日4日に1回とかね、ちょっとお高いものが多いから値段的な観点から言っても1週間に1回でもいいかもしれないですよね。これはね毎日使わない方が私もいいと思います。そして3番目、クレイ系パックって言われているパックがあるんですね。クレイ系パックはクレイ、要するにね泥でできているんですよ。固まってるシートパックとかになってなくて、容器から出してこう顔に塗ってっていう感じのが多いんですね。クレイが持っている特徴として、皮脂をね吸着する、皮脂っぽい感じとか肌の上に残ってる汚れとかを吸着させて取るっていう、これは毎日使ってもいいんです。使ってもいいんですけど、乾燥肌の人にはあんまり向かないと思います。夏場とかは皆さんやっぱり汗をかくし皮脂も出やすくなるから、3日に1回4日に1回やってもらってもいいと思うんですけど、乾燥肌の人が冬場に毎日やるとね結構乾燥しますね。私もやったことありますけど乾燥するんですよ。こういうパックの場合は肌質によるかなって思います。例えばこの辺の毛穴の油っぽい感じが気になるんだったら、気になるところだけ部分使いっていうのもいいし、コツとしては湯船に浸かった状態で使う、5分ぐらい置いて、あとはぬるま湯で洗い流しちゃうっていう、置く時間も短くていいです。乾燥するのが気になる人はもう3分ぐらいでいいです。肌質によるっていうねパックですね。4番目、炭酸パック系、これももちろん肌質によるんだろうけれども、どちらかというと週に1回とかのスペシャルケアにするよりは数日続けて使った方が肌が元気になる、期待値が高まりますよっていうパックがあるんですね。炭酸ガスマスクとか炭酸ガスパック、いろんな呼び方があって各社いろいろ出てますけど、パックを塗ったら炭酸ガスが発生してそれが皮膚に取り込まれるんですよね。そうすると毛細血管ね、一時的に酸欠になることによって拡張するっていうね、健康ランドとか大きいお風呂に行って
ったら炭酸泉ってありますね、高濃度炭酸泉、高濃度炭酸泉の効果効能ってバーっと書いてありますよね。それと同じです。炭酸ガスが皮膚に取り込まれることによって起きることっていうのがあります。それをね狙ってるんですよね。1週間に1回とかよりは何日間か続けてやった方が体感できるんじゃないかなと思う。それは炭酸パックの特徴かなと思いますね。ものによってはちょっとチリチリしたりすることあるんですよね、肌の表面。あんまりチリチリするんであれば置き時間を短くするとか、もしかしたら製品合わないかもしれないなって思って、たくさん世の中に出てますから、グリチルリチン酸が入ってて炎症を鎮めるような成分も一緒に入ってるようなものを選ぶといいかなっていうふうに思います。そして5番目は紙でできたシートパックってありますね。ドラッグストアとかでもいっぱい出回っている、単純に潤いを与える水分補給をさせるっていうようなシートパックってありますね。大容量で入ってて手軽に毎日使えますよっていうね、そういうものだったらそもそも毎日使える設計になってるから、肌が疲れちゃうような美容成分とかっていうのはあんまり入ってないんですね。安いし高そうな成分とかっていうのは多分入ってったと記載があったとしてもすごい少量だから、そんなに気にしなくていいかなと思うんです。もしご自身がこのパック使ってたらすぐ肌の調子がいいって思うんであれば、どうぞ使ってもらっていいと思います。潤い感が上がりますよね、水分がいっぱい入るわけだから。シートパックの気をつける点1点、まずシートパック初め潤ってます。そのうち何分か置いておくと乾いてきます。乾く前に外した方がいいです。ものによってはね、蓄えている美容液の水分の成分がすぐ蒸発していきやすい薄めのやつってあるんですよね。それだと本当にね5分ぐらい経ったらなんとなく乾いてくる。乾いてるのに関わらずずっと乗せておくと、紙のシートが補給したはずの水を逆に吸い取ってしまいます。そこ気をつけてくださいね。長く置けば置くほどいっぱい入り込むかっていうとそうでもないです。ちょっともったいないなって思うかもしれないですけれども、乾く前に外しちゃうっていうことが大事ですね。これはね5分とか10分とか15分とか言えないです。製品によるから、紙の厚さだったりとかね、配合の成分によるから、ご自身の責任でもってやった方がいいと思う。いろいろと種類があるんだよっていうことをお伝えした。種類に合わせて毎日やるか時々やるか、時間をたくさん置くか置かないかとか、部分だけ使った方がいいのかとかね、そういうのを見極めて、そのパックが持っている性質をうまく利用して使っていった方がいいと思います。一概に毎日は NG、 毎日は OK ってそういう問題じゃないので、そこのところね知識として勉強してみると面白いと思います。美容成分ってもたくさんありすぎて一個一個話してるとね混乱しちゃうと思いますので、まず大まかに分けて5つのジャンルっていうのをねお伝えしてみました。どうぞご参考になさってみてくださいね。はい、というわけで今日はこの辺で、では皆さんさようなら。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。